皿シェフルーテーブル。この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合うスマホで有線だけで聞ける番組です。一皿編集部原田彩香です。同じく松田舞子です。そして一皿の小西編集長です。小西克弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて8回目となりましたが、もう前回もちょっと聞き入っちゃってね、はい、みんなね、はい、まかないとかをこう作られている一番下積み時代にこう一番アピールできる時間だということで、お仕事が終わってからお店に戻って、しくしくと思いを込めたまかないを作ると、みんながきのやんのまかないが食べたいというね、そんなお話も聞かせていただきましたが、さて今回どんなお話になるでしょうか。はい、今回のゲストシェフは前回に引き続き140文字で作れると話題を呼んだツイッターレシピなどの出版物をはじめ、テレビや雑誌にも引っ張りだこの多忙な日々を送る一方、母校である辻調理師専門学校の臨時講師も務めるオーギャマンドトキオのオーナーシェフ木下武正さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ここから私一皿編集長小西克弘が話題のシェフをお招きしてお話をお伺いするメインコーナー、料理を彩る人々をお送りいたします。今回も前回に引き続きまして、木下武正さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、モレスクですね、はい、有名な白金台の秘密、ね、はい、秘密っぽい、そうです、ね、お店、ここのお話をちょっとお伺いしていきたいと思うんですけど、はい、どういうコンセプトでどういうお店だったんですかね。そうですね、やっぱりその大バカナルっていうすごく名前の売れたレストランでみんないたので、ブランドですね、ブランドに頼ってるところをすごく感じてたんですよね。だったら初心に戻って何も看板も上げず、レア番号も載せず、誰も知らないところで店を開いて、看板ではなくその雰囲気であったり味だったり、これで呼び戻せたらいいねということで、本当にゼロ発信で何もないところに作ったのがモレスクだったんですね。で出来上がったのを見るとですね、当時みんなサービスマンで、しかも僕の大先輩ばっかり、権力的には僕は一番下っ端で、もうシェフとは名ばかりで、意見全然聞いてもらえないと。で要するに予算も先輩たちから順についていくので、はい、椅子がいいのが欲しいとか、こういうバーカウンターが欲しいとかになっていくと、残ったのが厨房何もなかったんですね。家庭用の、卓上コンロが1個ポツンとあるだけで、これで料理作るんですかっていうところが、あそこの店の一番の売りでした。作業台もないので、シェフズテーブルと言われる大きなテーブルの横に電磁調理器が一個ポツンと置いてあって、でその何にもないとこからそのフランス料理フルコースが出るっていうのが面白いんじゃないかと。でもそんなのもね、いっぺんにお客さんブワーッと押し寄せてくれればすぐ話題にもなりますけど、さっきも言ったように入り口は木のツタが絡まってて、塀があってね、一見ちょっと公衆便所のような雰囲気で、ドアも重い音楽室のドアガチャンと、ごめんなさいちょっと公衆便所と間違えちゃってですよねっていうところからスタートして、で、ぜひトイレだけでも帰れないんですよ本当にこれ冗談じゃなくて、トイレと間違えてきた女性がスタートだったんですよ。でその方はトイレをお貸しして、じゃあまあせっかくだからグラスワイン一杯だけって言って飲んでくださった。でこんなことをやろうとしてるんですって説明したら、次回友達連れてくるわねって言って、本当に翌週友達を連れてきてくれて、でもそれも2軒目として使ってくれて、よそで食事をして2軒目で、でそんなのが2ヶ月ぐらい続いた時に、俺生ハムしか切ってねえじゃないかって思ったんですよ。これじゃあもう料理人の意味がないと、っていうことで、もう食べてきたって言ってるのに、そのお客さんにいやいや、まあってどんどん出してたんです。で当然 お金はいただけないんですけども、ちょっと変わったそのお通しであったりとか、そういうものを出していくうちに、ここなのに食事できるの、バーだと思ってたっていう人たちが、じゃあ来週家族で来るよとか、
再来週接待で使ってあげるよと、うん、でそれを一個ずつやっていくうちに、うん、だん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 そのあそこの飯うまいよってなってって、うん、1年後ぐらいにようやくこのオープンと同時に満席になるようなお店になって、うん、そうするとね、口コミが口コミを呼ぶというか、うん、でしかも取材拒否とか、うん、言えば言うほど取材の依頼が来るし、うん、入れないって言えば言うほどお客さん来るんですよね、うん、で夜中のもう本当朝の4時ぐらいまでずーっと満席で、うん、で、まあ、何もないとこから生み出すんですけど、うん、僕が盛り付けに台に使う台があったんですよ、うん、まあお客さんが埋まってくるとしょうがないので、うん、まあ、常連さんだけ、うん、申し訳ないんだけど、うん、ワインの樽ひっくり返すからこれに座って、うん、ここでちょっと食べてくんない、うん、というのがきっかけでシェフズテーブルだったんですけど、うん、そこがどうやらお客さんにとってはたまらない席だったらしいですね、うん、なぜなら横で僕が料理を作って、うん、目の前でこう料理していくわけですよね、うん、そうかそうか、そしたらもう見えて楽しいと、うん、で昨日は今それ何入れたのとか、うん、なんでそうするのと、うん、あのじゃあもうちょっと食べなよってやると、うん、まあ、すごく得した感があるんですね、うん、でそのうちに一般のお客様が、うん、予約してくるときに、うん、あのすいません、シェフズテーブルって言うんですか、うん、あそこって座れるんですか、うん、って言うと、いやあそこ椅子も痛いしあので一番最後に行くテーブルですけど、うん、いやそこでいいんでぜひ入れてくださいと、うん、気づけば毎回シェフズテーブルから予約が入ってくる、本当の意味でのシェフズテーブル、そうなんですよ、そうなんですよ、そこで僕は将来自分のお店を作るには、うん、なるほど、シェフズテーブルで全面を囲んでみようと、うん、そういうお店を作りたいっていうのが、うん、あの僕の夢になったんですよね、うん、はい、それで結局そこを出られて、はい、自分のオーゲマンの時を作られて、はい、これもまたややこしいところにあるんですよね、そうですね、なかなか分かりづらいところにそうですね、迷っちゃうあるんですよね、そうですね、まあこれがね、来年はちょっと移転の計画もありますけども、あのそれまでこう今まで7年ですか、まあまっすぐ来れた人はいないっていうぐらい変な場所で、まあそこもまあ、そのモレスク時代に、うん、ちゃんとしたことをやってれば必ず人は来るっていう思いと、うん、もちろん予算もなかったっていうのもあるんですけども、うん、僕はその福島さんから教えていただいたことで、うん、ないものを武器にしなさい、うん、自分の弱いものを知ることで、うん、それが最大の強みになるっていうのをよく言ってくださってて、だったらこんな偏僻な場所に満席になってたらこれ話題になるだろうと、どんなことあってもここで埋めようと、うん、それと駅前だったらここでいいじゃんのノリだけど、あの場所だとあそこじゃなきゃ嫌だっていう人しか来ないんですね、電車乗り継いでタクシー乗って、そうじゃないと行き着かない場所に作ってみようと、で路面でもなく2階に上がらないといけない、このややこしい場所で、しかも全面シェフズキッチンってことはカウンターの中に厨房を作り込んで、なおかつ場合によっては厨房の中にお客さんが入っちゃってるような席もあると、このライブ感っていうのをまあ最大の売りにしようと、それとスタッフが当時は少なかったので、うんうん、サービスマン兼料理人兼洗い場兼っていうのを全部やらなきゃいけないんですね、うんうんうん、これを強みにするにはどうしたらいいっていうことで、カウンターで囲んでもらえれば料理人が直接料理を出せるし、うん、下げることもできる、で、あと問題は洗い物だと、うん、やっぱりフランス料理って鍋とか、うん、あのフライパンいっぱい使うんですよね、うん、これの洗い物だけでもすごく手を取られちゃうし、うん、フランスではもうプロンジェっていう人がいるぐらい専用の人がいる、うん、こんなの人使えないしどうしようっていうことで、分かったと、鍋とフライパン使わなきゃいいんだろうっていうことで、鉄板を器具に選んだんですね、で鉄板の場合は全部こう焼いて、残った数はあの穴の中に入れてって、最後そこ引き出し開ければ掃除が完了なの で、 でどうせ鉄板入れたんだったら見せる料理を考えようと、で鉄板ってフライパンとか鍋と違って中身が全て見えるフラットのテーブルなので、まあ、あえてその大げさに、あのスフレオムレツなんていうのはうちの名物料理ですけども、まあカシャ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 という音でまず注目をさして、なんか急に慌ただしくなって、何やってんだろうと、えなんか泡を急にあの鉄板流し込んだ、さくるくるくるっと巻かれてトリュフと蜂蜜がぶられて出てくると、うわ美味しそうと、こう目で見て、で音で感じて、匂いで、まあ五感で楽しんでもらう、まあ、この料理をこのオーギャマン東京では考えようと、うん、それともう一つは、うん、あのフランス料理っていうのはあくまでも自分が学んできた、一テーマであって、うん、もっと遡ると料理人になりたかったと、うん、フランス料理っていうのは、うん、技法の話で、もっと根源にある料理人っていうのは自分の作った料理で人を喜ばしたい、うん、やっぱりこういう料理をやっていくと、いろんな人との出会いがあって、
中にはもう本当に余命何週間って宣告された人が、まあ死ぬ前に紀乃屋の料理をもう一度食べたいと言って来てくれる人もいる。その時に果たしてフランス料理がいいのか、それとも木下の料理がいいのか。そうするとその子が言ったのは、紀乃屋の料理は美味しいだけじゃなくてあったかいんだと、あったかい料理人の料理を私は食べたかったっていうふうに言われて、まあ、結局その子は亡くなってしまうんですけども、やっぱりそういうあったかい料理人でいたい、何が言いたいかっていうと、フランス料理だけを僕は学んでた自分っていうのは、今この4人でエベレスト、もしくはすごく寒い冬山を登山するとしますよね。頂上に行った時は当然手もかじかんで足も凍傷寸前だと。で当時の自分は何も考えず、ポーンとシャンパン抜いて、お疲れ様でしたと、最高級のシャンパンですってついだと思うんですね。でも今の僕は、寒かったでしょと、もうこの辺で採れた雑草だけど、食えるからと、味噌汁作ったからこれで温まれよと。でフランス料理の料理人が味噌汁を作るっていうのは、これはタブーかもしれないけど、でもどっちが嬉しいかって言ったら、寒い中に冷たいシャンパン出されるよりも温まる味噌汁飲みたいわけですね。ましてや日本人だと、海外で味噌汁飲んだら染みる。よくよく考えてみると、あのまかないを作り始めた時に先輩がバイクで戻ってきてくれて、炊きたてのご飯を山盛りに作ってくれた、あの味こそ僕はサービスの原点であり料理なんじゃないかなと。なのでギャマンではフランス料理というカテゴリーにとらわらず、まあ、あのお客さんが喜んでくれることにガンガン挑戦しようと。そして自分の人生の中でギャマンというのはフランス語でいたずら小僧、悪ガキという意味なんですけど、あえてそれをレッテルを貼ることで学校の校則ギリギリ寸前まで出ると。ここに面白さがある。冒頭で言ったように髪の毛を完全に染めるんではなく、なんとなく脱色してるとかちょっとだけ太いとか、それがかっこよさで、フランス料理って言いながらもちょろっとだけ出る。で出た時に、まあいつは悪ガキだからしょうがねえよと、まあ、ちょっと許してくれる世界をもう自分たちで作っちゃったんですね。それが大ギャマンの時をですね。それでまあ木下さんはその今そのおっしゃったように、まあ、フレンチを学ばれたから、はい、まあ、フランス料理をベースになさってるんでしょうけど、やっぱりでもベースは料理人でいたいと。それはあったかい、まあ、もともと熱い方だったんでしょうけど、やっぱり それでありたいということでいらっしゃるわけです。でもまあ料理人であるのと同時に経営者でもなければいけない、はい、そうですね、でこの2つやらなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、で難しいと思うんですけど、はい、こう2つやられてみて、はい、どういうやっぱり経営者でなきゃいけないと思われる、どういう料理人でなきゃいけないと思われる。そうですね、これも正反対でしかも矛盾だらけだと思うんですけど、経営者はやっぱり利益出さなきゃいけないですよね、絶対的に。でも料理人は利益考えちゃダメなんですよ、どちらかというと。しかもあったかい料理人っていうのは、一杯のシャンパンもうこれ飲んで待ってて、でその料金いらないから、もうわざわざこんな変な場所まで来てくれて席がないの申し訳ない、飲んどいてって言えるのはもう純粋なサービス料理人ですよね。でも経営者だったらこれ一杯1500円するんだぞって思うわけですよね。でもそれを総合的に見た時に、木を見て森を見ずじゃないですけど、このシャンパンただが長く続くお客さんとの関係になるっていうのもやっぱこの人生で学ばせてもらったし、それから美味しいだけでは人は来ないと、そこにはあったかみがあるとか、自分のお店っていう感覚を持ってもらわないとやっぱ足げく常連さんは来ないと思うんですね。でしかも今は現在4店舗お店があるんですね。自分が4人いるわけではないですし、絶対的信頼できる木下イズムを持ったスタッフがいなきゃいけないってことは、やっぱコミュニケーションってのはすごく大事ですよね。でこれはもう一番上から一番下まで常に、やっぱ僕はあの全店舗1週間ぐるぐる回ってまかないを食べに行くんですよ。まかない、はい、でそうすると普段やっぱ僕は白金がメインでいるので、白金はね3店舗つながってますから、まあ顔は見れるんですね、でも中目黒のとかね、その新宿のプロデュースしてるお店なんか行くと、めったにやっぱ週に1回か2回ぐらいしか回ってこない人間なので、その日のまかない担当はやっぱすごい気合い入れてるわけですよ。で今日シェフが来るぞっつって、でもう出す前に、本日の料理は何々と何々でこういうのをテーマにして焼きました、あそう頑張ったねっつって、うまいとか言いながら楽しくてしょうがないんですよね。でもその時にいつもは元気な子がちょっと大人しそうな顔してると見ながらも、あえてそこでは触れず、ちょっとしてから、ちょっとこうどうしたって言うと、やっぱり悩んでたりとか、実はあの僕こんなはずじゃなかった、もっともっと自分できると思ったんだけどできない自分がいて、
悩んでるんですね、うん、でも周りにも言えない、うん、うちに込めちゃってる、うん、で僕が来た時点でこう泣き始めちゃって、うん、シェフに聞いてもらいたくてなんて言うと、うん、おじゃあちょっと怖いと、うん、で周りには気づかれないよ、ね、うん、もうちょっとこいつ連れてくの、うん、となんかあの買い物するから荷物持たせるわとか言いながら外連れてって、うん、公園でなんかコーヒーでも飲みながら、うん、あのな、うん、最初からうまくいくことなんかねえんだよと、うん、大事なのはやっぱ本当にその子と向き合って話を聞いてあげる、うん、そうするとやっぱ1時間後にはカラッと顔が変わってやる気に満ちた顔になって、うん、で、まあ、そういうのを毎週毎週回っていくうちにそれがこう伝染していくわけですね、うん、自分がいない時はその店舗の店長であったりシェフが、うん、お前らうちの社長はどういう思いでこういうのやってると思うと、うん、俺もこういうことあったんだよって、まあ、いろんな過去の話をみんながセットで話してくれるわけですね、うん、自分が語りたいことをみんな後輩に語ってくれることで徐々に徐々に結束が固まってきて、だから嬉しかったのはやっぱりその離れを作った時も、離れの料理っていうのは 和食ですよね、まあフレンチ懐石ですね、これを作った理由はあの僕をずっと応援してくださってた方がもう皆さん60超えてくるわけですね、そう昨日やんと私たちね、うん、あんたの料理大好きだし、うん、毎回行きたいんだけど、うん、もうフレンチきついわと、うん、もう和食じゃないとだったら、うん、フランス料理木下が考える和食ってどんなんだろうっていうことで、うん、プロデュースしたのがスタートで、うん、離れを作ったんですね、うん、でそこを今人に任したりとか、うん、いろんな店舗をこうやっていく中で、うん、なんでしょうね、うん、あのオープニングっていうのはやっぱすごく緊張するわけですよ、うん、で手伝いに来てくれた和食の僕らの仲間が、うん、シェフと1週間ねカツオの出汁の引き方から昆布のやつからも全部もう京都の職人がみんな泊まり込みで僕のために教えに来てくれて、見よう見まねでじゃあシェフならどうするか考えてくださいと、でいよいよ明日ですねと、早くみんなに集めてね、オープンは夜からだけどちょっと朝早く集めて全員で決起会をやった方がいいですよなんて僕言われたんですよ。いやなんか俺照れくさいしいいよなんて言ったらっていうかもういいやそんなの、そうですか、うん、僕は違う会社ですけど、うん、うちの会社はそういうことしてますよっつって、うん、あそうなんだ、うん、まあでもうちはなんて言いながら、うん、そんな話をしながら朝早くその2人と一緒に店まで行ったら、うん、全員丸坊主になってて、うん、ずらーっと並んでるんですよきっとシェフは、うん、夜オープンの店だけど朝8時ぐらいに入って、うん、まあ、あの人なりの、うん、まあ、儀式をして、うん、で皿磨いたりなんかして、うん、メニュー書いたりとか、うん、いろんなことやって、うん、オープンに備えるだろうというのを分かってた上のメンバーが、うん、全員もうメールを回してて、うん、並んでるんですよ、うん、でその当時僕もう丸坊主にしてたので、うん、みんなシェフにつなげみたいな感じで、うん、ずらーっとなんです、そしたらもう感動しちゃって、うん、いやー俺何にも強制もしてないし、うん、夕方から来ても間に合うのに、うん、どうしたっつったら、うん、いよいよですねっつって全然関係ない店舗のやつらまで来てるんですよね。だ一瞬その当時はもう僧侶の集まりかっていうぐらい丸坊主しかいなかったんですけど、でもその結束はもう嬉しかったし、なのでこいつらのために絶対に俺は成功させると、だから料理人としてでも成功させなきゃいけないし、まあその社長としてでもその彼らをまああの木下の会社に入ってよかったと思われる会社にしたいと。でその時に初めて料理人とは関係ないそのビジネスのことを学び始めて、やっぱ来られてる有名な社長さんいっぱいいるので、もうこれはずうずしさですね、すいませんもう駆け出しの本当に経営者ですけども、いろいろ教えてくださいっていうと、もういっぱいみんな教えてくれるんですよ。そこまた木下さん強みでもありますよね、人に人に入っていく、まあ、そのね、なるほどね。それで今度はまた新しいお店を出されると、はい、この話をちょっとお聞きしなきゃいけないんですけど、そうですね、どんな感じのどこにどんな感じの店を出される。そうですね、はい、恵比寿のですね、はい、ガーデンプレイスの付近なんですけども、はい、まあ、ウェスティンホテルを正面に見て、うん、左手ぐらいに100メートルぐらいですかね、うん、来ると交番があるんですね、うん、交番の真向かいに日仏学院ってあのフランス語の学校、あそこのちょうど真ん前ぐらいのですね、うん、一通の道があるんですけども、うん、2軒目ぐらいのところに、うん、1階と2階のテナントがいておりまして、で現在白金にある大ギャマン東京が、まあ、7年目になったっていうのと、まあ、そこの契約は前の会社、まあ、福島さんの会社があの契約してる場所で、まあ、契約満了ということでもうお返しすると、で僕らどっかでやらなきゃいけないですね。で探して探してたらやっぱりいろんなお客さんが昨日あそこ空いたぞと、で場所的にも中目黒の姉妹店と白金にある、まあ、これから残る1階と地下ですね、
このお客さんを、うん、まあ、取り合わないような場所で中間点がいいなと思ってたので、うん、ちょうど恵比寿がいいとこ、うん、でそこを決めまして、うん、でカフェと、うん、それから2階にその大ギャマの時を、うん、なのでカフェは12月の頭ぐらいに今年オープン予定で、うん、で来年の1月ぐらいに大ギャマの時が移転と、うん、で大ギャマは今までの良さ、そのライブ感を追求した、うん、内装になると思うんですけども、当然その内装も、うん、毎回うちの楽しみでもあるところで、うんうん、まあ、ちょっと驚きのあるような内装にしたいと思ってます。じゃあまたちょっとサプライズがなんかそこあるんですね。ありますね、はい、カフェはどんな感じですか？1階のカフェも普通はカフェっていうと薄利多売を狙うので、わざとちっちゃい椅子にしたりとか、まあ、硬い椅子にすることで回転率を上げることを考えると思うんですけど、僕はそこはあえてもうどっぷり使ってもらえるようなソファー席をいっぱい用意しまして、そしてギャマンっていう名前、これはもういたずら小僧っていうのがまあメインなので、モードギャマンカフェっていうんですけども、まあギャマン、いたずら心を持ったスタイルのカフェという意味で、なので例えばハンバーガーは名前を変えてハンドバーガー、まあハンドの形したパンに包まれてるハンバーガー、それからフォンダンショコラだったらフォンダンショコラではなくパンダンショコラって名前にして、パンダの形したパンのショコラが出てくる。ポルチーニを探せっていう題名で、ポルチーニの写真を撮ってクリアファイル挟んで、その上にポルチーニの形したモンブランを1個置いて、どれが本物のポルチーニとかギャマンですね、はい、シグナルカレーとか言って、あの3種類の赤青黄色のカレーが並んでたりとか、もう常にこう遊び心があるメニューにして、で横を見るとそのポルチーニが物販で売られてたり、パンダンショコラが売ってたり、あとはもうこれはセクハラになっちゃうのかな、おっぱいとかって言って、うん、パイでおっぱいを作るとか、あおっぱいかまぼこってありましたね。そうそうそう、そういう感じで、うん、まあこれおじさんがシャレでお土産でそのおっぱい2つちょうだいって言って、うん、お土産で買って帰ると、そしたらまあパイで綺麗に、これは男性陣の欲望じゃないですけど、うん、こんな胸の形がいいよなって今一生懸命試作してるんですけど、うん、じゃあパイの中はどうすると、これはミルクだろうみたいな話で、うん、いいおっさんたちが真剣におっぱいを作ってるんですよ。でおっぱいができると今度お尻ができてきて、お尻、コンポートケーキ、うん、桃でお尻を作ってショートケーキを焼いてみたり、まあそういうちょっと一見メニューを見たらニヤッと笑ってしまうような、でしかももしかしたらここ二部制にするかもしれないですね。朝から夜の8時9時ぐらいまでカフェとしてずっとやるんですけど、9時以降、まあ、これはまだ分かんないんですけども、ある子がですね今レッコーを上げてまして、うん、9時から12時だけちょっとだけ開くバーみたいなのもやるかもしれないです、うん、まあとにかくこれ働くスタッフが楽しめるっていうのがまず第一、うん、で楽しんでるレストランとか、うん、あの会社ってやっぱみんな笑顔じゃないですか、うん、でそういうところって肩肘張らずに素の自分でいれるの でそのチームがちょっと苦しんでるとみんなが手差し伸べてくれるし、うん、そういう会社にしたいなと思って、うん、働いている人たちが楽しめるというのは多分木下さんがすごい思いを持っておられることが、うん、人を育てる時に多分そこにものすごく思いを持っておられると思うんですけど、はい、それを具現化するプロジェクトというか、はい、それがあるんですよね、はい、これもありますね、うん、これはまずは自分が先頭を切って姿を見せることが一番早いんですけども、うんうん、まあ僕がねたまたま沖縄の方で仕事を行きましたと、うんうん、でその沖縄宮古島っていうところだったんですけど、ものすごい海が綺麗でね、で僕はこういうタイプなんで帰ってくるともうまかないの場で、あんな綺麗なのあったな、こんなのちょっと写真見てくれよって言うと、うわ綺麗ですね、若い子たちはでも僕こんな行けたことないっすよと、僕らの給料じゃまだ行けないっすよ、そうだなと、じゃあさと今年の目標はあそこにみんなで行こうと、そう、本当ですか、おこれみんなで売り上げ上げて、で社員旅行で宮古島行こうぜって言うとまあ盛り上がるわけですね。でもまあとは言ってもな、どうせここで盛り上がって数ヶ月すれば忘れちゃうんだろうってみんな思ってるはずなんです、ね、そこを具現化してあげるのがやっぱオーナーの仕事で、絶対にこいつらを信じさせてみせようと、だから僕は日曜日祝日もガンガン仕事入れて、別の仕事も取ってきて、もう社内の売り上げだけでは間に合わないと思ったので、ご自分で講演されたり色々回ってね、その費用も全部ぶち込んで、
である時に発表がありますと、うんうん、あの宮古島に旅行が決まりましたっていうとみんなが「いやー」っていうのと、うんうん「本当ですか」うん、で金のことは一切気にすんなと、うん、全部会社で出すからと、うん、領収書ガンガン切ってこいってみんなで行くわけですね。そしたらもうあの夢にまで見た綺麗な海の真ん前に泊まって。でその日の帰りにみんなが、うん、ありがとうございます、うん、こんなところに僕来れて最高ですと、うん、でみんなで話したんですと、うん、いつかこういうところで仕事できたらいいなと、うん、よしだったら次の目標は宮古島に店を作ろうと、うん、でこれも具現化しないと信頼されないわけですね、うん、作っちゃうんですか宮古島に。今回ビーチをですねちょっと買いまして、まあ、僕もビーチなんて買えると思わなかったんですけど買っちゃったんですかビーチを。買いました買っちゃったすげえ安くですけどね、もう本当にお願いして、僕なんかの稼ぎじゃ、まあ、到底買えるような坪数、ね、ないと思ってたんですけど、これいつも僕は従業員に言ってるんですけど、信じれば絶対叶うと、諦めなければ絶対叶うっていうのが僕言ってて、夢って言葉があって、この夢に向かって人はまっすぐ行けばそれは早いですよね。でもいっぱい壁があるわけですよね。で壁ってぶつかればぶつかるをみんなこう弱くなって、いつの間にかその夢がどこにか行っちゃうんですよね。それを逃げながら逃げながらでもいいから、いつか逃げるっていう字はこの信仰っていうんですか、でもこれを底辺に変えると挑むっていう字に変わるわけですよね。逃げながらもいつか挑んでいく、でここさえ目標を持ってれば俺は叶うんだよと。なので宮古島何回も何回も行って人脈作っていくうちに、いいよお前にその土地譲ってやるよって人が出てきて、で今回みんなにそれやっぱ発表して、皆さんと夢の土地を購入しましたって言うと、うわまたやっちゃったぜこの人と、次はこの上に物を建てて月間 MVP 取った人たちが1ヶ月間そこでレストラン経営しましょう。素晴らしいです。あ、経営できるんですか。そうなんです。もう話ちょっと終わらないんですけど。本当ですね。まだまだ聞きたいところなんですが。ぜひ次回呼んでください。またぜひちょっと。本当ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。4週にわたり本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次週からは新たなゲストをお迎えしたいと思います。木下さん本当にありがとうございました。またぜひ来てください。はい、また呼んでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ニュース。ここまでは木下シェフをお迎えしてお送りしました。木下シェフ最終回の放送は、独立しオーギャマンドトキオを出店された話から、現在はギャマングループ TK ブロックスの社長として経営をされていらっしゃる話まで、そしてこれからの展望をお話ししていただきました。カフェ好きの私としては新店舗のカフェにすごく興味を持ちました。木下シェフのアイディアが詰まったカフェに行ってみたいです、ね、すごいなんか面白メニューなんかもね、はい、あるみたいで、スタッフの皆さんもなんか楽しくメニューを作ってるみたいでしたね、うん、物販もたくさんあるようでしたよ ね、 ね、気になります。気になるね。さて次回からはまた新たなゲストを迎えします。どんなゲストの方なんでしょうかね。次回もお楽しみに。それではここからは食に関するホットな話題をご紹介する一皿ニュースをお送りします。はい、それでは今回のニュースです。握らないおにぎり、おにぎらずが人気。おにぎらずなんだこりゃ漫画クッキングパパの22巻で超簡単おにぎりとして紹介されたレシピです。ラップの上に海苔を乗せて、真ん中にご飯を平たく乗せ、さらに具材を乗せて海苔の4隅を折って四角にして完成です。おにぎらずを半分に切ってサンドイッチのように切った断面を見せても綺麗になります。ご飯を握る必要がなくて手が汚れず食べやすく、何よりも握らないおにぎらずというネーミングが面白いということで一気に話題になりました。なるほどね、あのランチパックのおにぎり版的なイメージかな。あ、そうですね、はい、うんうんうん、入れる具材によってさまざまな味を楽しめて、全体的に均等に具材が並ぶのでどこを取っても美味しくいただけます。ツイッターやインスタグラムでもすごく流行ってるみたいですよ。へー、面白そうですね。なんかお弁当とかにもね、なんか良さそうだね、はい、簡単に作れるので、うんうん、ぜひ皆さん試してみてください。そろそろお別れの時間になりました。これからも食のネクストトレンドを発信していきますので、皆さんまた聞いてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。